外邸を守り切った後、ホフバスは幾度となく、しかし確たる手応えをつかめぬまま国は疲弊し、時はただ流れ、これを好機と孫悟が我らを滅ぼすべく軍を進めてきたが、そうはさせん。亡き劉備殿や仲間たちの志の結晶、諸君は俺が守る。なんだこの思いは。今俺は怒りや憤りではない何かに突き動かされて、この槍を手にしている。俺は、俺の情熱の源は、天下三分の形があまりにも長い間続いてしまいました。我が国の運気があるうちに葬儀と孫悟を討たねばなりません。次の戦は白帝城での防衛戦となります。馬長殿は全軍に先駆けてその武を振るい、兵たちの士気を高めてください。頼みましたよ。私はゆえあって戦場へは向かえませんが、この時のためにいくつか策を打っておきました。この戦で逆に孫悟を討ち滅ぼしましょう。制裁、そなたまでも戦場に立つことはないであろう。いえ、戦います。父上やみんなが守ってきた職ですから大丈夫です。龍禅様は私がお守りします。が築いてきた国を守るため、皆私に力を貸してほしい。大門、命がけで守る。いいぞ娘か。はい、お役に立たしましょう。馬長殿は攻め寄せる敵を迎撃してください。私は町陣内の敵を撃ちます。承知。牙向く者すべて我が槍で薙ぎ払おう。敵将を討ち取ったり。諸君はオラたちの国、オラたちが守るんだ。
ぶっ飛ばしてやる。罪なき民をも手にかけるか。ここで立たねば劉備殿の徳に背くも同じ。終わりかよ。くそ、敵将を討ち取ったり。正しき義、この馬毛騎がしかと受け継いだ。吠えよ我が槍、乱世を貫く正義の刃よ。大徳に磨かれた正義の刃、受けてみよう。将軍のおかげで犬死にせずに済んだが、これにオラたちはお城を守りますか。終わりかよ。敵将を討ち取ったり。一人か、いい度胸だ。攻めの構え、させません。なおいは、いつからんとでも思うたか。
た命、草で散らすは本望よ。敵将討ち取ったり。ここはもう良いじゃろう。敵本陣を叩く。この拠点は我らの命だ。落とさせんぞ。一人で突っ込むぞ。愚かですね。我が軍の大切な拠点を許さん。来たよ。裏切ってしまう。敵将討ち取ったり。孫権の旗印が揺れた。いざ私の部の全てで貴様を倒す。この拠点とて甘く見るな。行くぞ。周辺の敵は一掃した。敵本陣を目指すぞ。三代の志を安心で乗り込むとは愚かな。孫家三代の志、刃と化して戦おう。貴様らの志など俺の正義が貫き砕く。志仲間に残念です。敵将討ち取ったり。少々遅くなっちまったか。敵将討ち取ったり。白帝城を守り抜き孫権を打ち果たすことができた。皆の働きと父上の過去のおかげだ。私は何もできなかった。これからは
私も皆のように強くならねばならぬ。父上たちが命を賭して作った国を守るために、皆も引き続き力を貸してくれ。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際二国に及び生涯秀才と称される人物のようじゃな。時は紀元2世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。馬超、あざなは猛騎、不風軍暴涼剣の人、清涼に独立を保った馬頭の長子に生まれる。父に従い歴戦して武勇を磨き、その勇壮な鎧姿から金馬長とあだ名された。朝直を受けて都に赴いた父は、官室を牛耳る曹操を討とうと画策するが、逆に曹操に処刑される。復讐に燃える馬超は、藩と拡大を目論む曹操軍に対し徹底抗戦を決意した。馬超は父の盟友であった関水と結び、道館に曹操軍を迎え撃った。そして曹操を追い詰めるが、巨著に阻まれるなどして曹操を討ち取るまでには至らなかった。馬超は各地を転々とした後、劉備に迎え入れられる。ただ復讐のために槍を振るってきた馬超だったが、劉備の仁の心に触れて次第に変わっていった。医療の戦いの後、劉備は世を去る。この頃にはすでに多くの英雄が乱世から姿を消していた。戦場に散っていった者たちの志を継ぎ、馬超は決意も新たに戦いへと臨む。孫吾との決戦に勝利し、残す敵は葬儀のみとなっていた。かつて復讐のために戦っていた馬超の姿はすでにない。今の馬超はただ己の信じる正義のために槍を振るい続ける。この伝記は後世まで語り継がれ、悠久の時を経た今でもその輝きの軌跡を残している。残るは貴様ら葬儀のみ。今の俺を突き動かすのは宿命ではなく正義の炎。馬毛騎参る。